僧帽弁狭窄症は、心疾患の一種であり、僧帽弁後の狭窄によって、左心房から左心室へ血液が流れにくくなる疾患である。また、指定難病に指定されている。心臓の左心房と左心室の間には、僧帽弁と呼ばれる2枚の尖り弁が存在する。この弁は、左心房の収縮時には開いて、 左心房からの血液を左心室へ流入させる一方、左心室収縮時には閉じて、左心室から左心房への逆流を防いでいる。通常、相棒弁孔の面積は4から6、平方センチメートルであるが、相棒弁線の癒着などにより、相棒弁孔の面積が1点を平方センチメートル以下になると、様々な症状を呈するようになる。 僧帽弁構の面積が減少すると、深刻長期に、左心房から、左心室へ血液が十分に流れなくなる。左心房圧の上昇により、肺高血圧、肺水腫、右心不全、心房細動などを引き起こす。左心室血液流入量低下により、左心不全を引き起こす。左心室への血液が足りなくなるので、左心室肥大はあまり見られない。 左心室血液流入量低下による、もの左心房圧上昇によるもの、難病と診断された皆様へ。厚生労働省、2021年3月30日閲覧。ありがとうございます。